はいどうも、まさしみゆチャンネルです。さあさあ皆さん、タイトル画面からお送りしているということは、そう皆さん待望のアップデートやってきました、イエーイ。というわけでね、今回のアップデートもう実に3ヶ月ぶりぐらい、3ヶ月は言い過ぎか、でもまあそのぐらいのあれですよね。結構ね、あの間が空いてたんですけど、やっとアップデートが来たということで、それで今回の主なアップデートの内容はこちらです。ドン、はい、まあ新機能ってね書いてるんですけども、ほんといろいろ追加されております。まあね、文章でね、あの読んでいってもね、ちょっとなんかピンとこない人もねたくさんいると思うんで、とりあえず動画内でいろいろ紹介していこうかなと思うんですけれど、やっぱね一番ね俺的にですけど注目したいのはこれかな。うん、ライブハウス、これめちゃくちゃ気になるわすごい気になる、楽しみですね。じゃあまずはですね、コスチュームの方からいろいろ見ていきましょう。はい、じゃあちょっと追加されたやつをね一個ずつ見ていこうかなと思うんですけど、今回ね顔はね特に追加、ちょっと待っていやちょっと待って、なんか顔押したらさピョンってなんねんけど、なんかいやもうまあね、もうこういうバグはねもうつきものですから、もう作詞味のねもう一番美味しいところですから。はい、で服装からちょっと見ていきましょう。はい、でね、アンロックはあらかじめ外しときました。ほんとね、いろいろ追加されてるんですけど、この雪だるまの次だな、この赤ちゃんね、まず追加されてるんで、これ一つずつ、見ていきましょう。じゃあまず、赤ちゃん1トマト押します。せーの、ピ、はいこんな感じ、かわいい、なにこれ、なんかね上にペチって乗ってるの、あ、これトマトのあれか、ヘタかこれな。はい、トマトになりました赤ちゃんが。はい、で次パイナップル、ドン、はい、こんな感じ。まあなんか色が変わったバージョンって感じやな。うん、まあ後ろのね、この何、葉っぱの部分がパイナップルですけど。で次バナナ、はい、せーの、ピ、はい、こんな感じてかさ、あのね何作ってんすか本当に。一体もう、まあ前からね、このゲームは一体何を目指してるかわからないところが、むしろいいところなんですけど。はい、で次赤ちゃん2の動物、せーの、ピ、はい、これ何、これ、これな、これ何の動物、え、これ何やろ、え、何か分からへんねんけど、これ何、これタヌキ、え、これ何、ちょっと分からへんわちょっと分からへんけど、とりあえずこれ。はい、で次、シュークね、春服がどうやら追加されたみたいですけれども、じゃあ春服1押してみます。せーの、ドン、あ、なんかこのファッションどういう系って言ったらいいんやろな、ガーリー系って言ったらいいんかな、ちょっと女の子らしくてね、あの可愛らしい、服装ですけれども、山本先輩ねちょっと大人っぽいんでね、こういう服装あんまり似合わないかもしれないですけど、いいっすね。はい、じゃあ次行きましょう。私服春2、ポチッと、あ、これもちょっとさっきのね服装に続いて大人っぽいというよりか、どっちかというと女の子らしい可愛らしい感じですね。はい、次、私服春3、ポチ、はい、こんな感じ。はい、あ、これの方がちょっとなんかさっきの、2つよりもねちょっとまだ大人っぽくなったかなって感じです。はい、それじゃ あ髪型いってみましょう。一番下のところ、この30番からですね、30番から、じゃあ見ていきましょう。せーの、ポチ、はい、こんな感じ。え、かわいい、かわいい、これちょっと待って、これちょっと黒の方がいいかもしれない、あ、こんな感じ、かわいい、いいっすねこれ。なんか前髪がちょっとねパッツンかな、パッツンになってて、でもね、あのロングでね、ちょっとあのサイドとかね後ろ髪はねあのロングになってます。これかわいいじゃないですか、めちゃくちゃ。はい、31番押してみます。せーの、ポジ、はい、こんな感じ。あ、なんかツインテールでね、あのリボンもつけてちょっとかわいらしい感じでね。ツインテールなんか意外と多いよな、この23番とかもツインテールやし、他もなんかあったな、これ15番とか、意外とあれかな、あの開発者の人がツインテール好きなのかなとか思っちゃったりするんですけど、ちょっとこれ巻き気味かな、うん、巻き髪風で、でなんかねこの、ショートカットをね混ぜてる感じですね。でメガネのところは特になかったんで、アクセサリーの一番下の方見てみましょう。まあこれね、あのさっきだから、あの赤ちゃんのね変身した時についてたやつかな、これ多分、このなんかさっき、俺がタヌキ、これ何とか言ってたやつとかかな、これ多分キツネかな、これで、これなんかヘタね、さっきのやつ。はい、まあちょっと一応外しとこう。
でマスクのところが特になくって、目も特になく、翼尻尾も特にないので、とりあえずこんな感じかな。じゃあ、次男の子いきます。はい、じゃあ服装見ていきましょう。一番下のところ、まあ似てます、さっきと、この赤ちゃん一トマト、まあ似てるというか一緒かな、これ、さっきと一緒ですね。トマトと、パイナップルとね、でバナナ、まあこれ一緒ですね。で動物も一緒、これですね、新しいの、私服春1と春2が、追加されております。それじゃあ見ていきましょう。せーの、ポチ。はい、こんな感じ。春1、あ、かっこいい、かっこいいね。これもね、なんか色とかもね、これもちろん、あ、さっきのやつもね、あの全部もちろん変えれますので、まあ皆さん自身でね、ちょっとカスタマイズしていただけたらなと思います。なんかね、この私服春2っていうのを押すとね、あのタイムアウトって出ちゃって、あの服が出てこないんで、まあ後で、あっちの世界に行った時に、多分出せると思うんで後にします。はい、で髪型、これ一番下、はい、21番からですね。じゃあちょっと見ていきましょう。せーの、ピ。はい、こんな感じ。はい、なんかね、ペタってなってる、ちょっとペタってなってるのが気になるけど、でも髪型自体は結構かっこいいねんけどな。ね、なんかちょっと、ちょっと外跳ねチックになってて、後ろが結構ねこう跳ねてる感じ。はい、こういう感じでございます。なんかよ、なんかちょっとサイドから見たらちょっとボリューム感が少ないようには感じるけれども。はい、22番見てみます。せーの、ポチ。はい、こんな感じです。あ、なんか分けてる感じですね。まあアシンメトリーにしてる感じかな。はい、こんな感じです。はい、じゃあ次23番がポチ、こんな感じ。あ、なんかちょっとやんちゃな感じになりましたね。やんちゃな感じにね、後ろも結構後ろすっごいツンツンしてるな、これこれなんかちょ痛そうやなスプレーでめっちゃ固めてるような感じ。はい、こんな感じになっております。顔はね、多分特には、追加されてないみたいですね。はい、こんな感じです。で、まあ後の内容はですね、さっきあの女性の方で紹介したのと一緒だったので、とりあえずコスチューム変更はこのぐらいにして、先趣味の世界にダイブしたいと思います。はい、というわけでこっちの世界にやってまいりました。さっきちょっとロードできなかったハルーク2の方を見てみましょう。せーの、ポチ。はい、こんな感じでございます。中がちょっとボーダーのシャツで、さっきのねやつよりも涼しげな感じになっております。はい、まあ俺みたいにね、さっきみたいにあのね、タイムアウトとか、ああいうちょっとロードできない現象が起きたら、あのぜひ皆さんね、まず一回再起動してみてください。俺もね、実際これもう一回ゲーム立ち上げたら治りました。まあついでに、ここでね、追加された項目を見ていこうかなと思うんですけれど、まあマスクとかメガネとか毎回あるんですけど、このねヘアアクセサリーっていうのがね、実はこの着替えるところの、項目で、追加されました。これ何かっていうと、まあ帽子とかさ、例えばあのこの、ね、早乙女くんがよくつけてるこのヘッドホンとか、まあなんかこういうのがあのいろいろとね、ここでも、付け替えが可能になりました。はい、こういう感じで、いやー、いろいろね、もう紹介したいものたくさんありすぎるんですけれど、とりあえず忘れないうちに翔太くんとみおちゃんの着替えも、新しいのが増えてるので、それ先に見ましょう。じゃあ翔太くんから見ていこう。はい、翔太くんはですね、はい、これですね。春1、春2、ジャージが追加されております。じゃあ春1の方見てみましょう。せーの、ポチッと。はい、こんな感じでございます。なんかちょっとさ、シャキッてしてて翔太くんかっこいいやん。うん、ちょっと暑そうやけどなちょっと暑そうやけど、はい、こんな感じでございます。はい、じゃあ次は春2を見てみましょう。せーの、ポチ。はい、こんな感じ。あ、なんかこっちの方がちょっと可愛らしい感じですねあれ、なんか囚人服ちょっと囚人服に見えてんけど、これ。はい、こんな感じ。はい、じゃあ次気になるのがね、ちょっとジャージ気になるな。はい、ジャージ、せーの、ポチ。はい、ジャージこんな感じでございます。あれ、ジャージこれなんか書いてんの、これ、ん、GS？ これあれやん、このさ、会社の名前やん、作ってる開発者の人の作ってる、これゲーム会社の名前、ガルソフトの略やろ、これ宣伝していくな、本当にもうはい、まあこんな感じ。まあね、まあお世話になってるんで、ちょっとこれね、背中に向けておきましょう。はい、で次は女の子。はい、ちょっと待って、みんな、俺何気にさ今ポチポチ押してたけど、これは切り替える時のこれモーション変わってる、ほら、これアニメーションわかる、これ、ほら、これちょっとなんかさ、あの俺の動画編集みたいになってる
俺の動画編集みたいになってるわ。はい、こんな感じ。はい、じゃあ次、みおちゃんの見ていきましょう。春1、せーの、ポチ。はい、こんな感じです。あ、なんかさっきのあの翔太くんの春1とね、あの同じ素材ですね。はい、じゃあ次春2。はい、あ、これもなんかあれやんな、ちょっとなんか見たな、女の子のあの大きい方のね、大人の方の女の子のファッションでちょっと似たようなやつを見ましたけど、ワンピース型になってますね。ワンピース型に可愛い。はい、じゃあ次3いきます、せーの、ポチ。はい、あ、3はあれだ、さっきのあの俺が囚人服とか言ってたやつや。まあでもこれもなんかおそろにねしたらね、すごいなんか良さそう、ペアルックとかにして。で、ジャージャーもなんかね、わかるな、あ、やっぱこれね。はい、ジャージはね、あのこれです、 GS がね、はい、ついてるやつです。あ、ちょうどね、髪の毛が後ろちょっとね覆いかぶさって GS が見えない、残念。ではでは、まあ皆さんね、一番気になってるであろう新しい場所、このライブハウス見ていきましょう。はい、せーの、ポチ。はい、こちらです。これね、一見何もない風に見えますけれども、実は実はこちらに入っていただいてアクションボタンを押すと追加コンテンツをダウンロードしますかって出るんですよ。つまりダウンロードコンテンツになるわけですね。じゃあこれ OK 押しましょう、せーの、ポチ。はい、ロードされました。それじゃあちょっと中見ていきましょうか。ちなみに名前がね、桜ミュージッククラブって書いてるわ。はい、じゃあ行きましょう。まあせっかくなんでちょっとね、新しい女の子を連れて、まあ名前はねちょっと山本先輩にしてますけれども、行きましょう。はい、エントランスを入って、おーすげーすげー、これ照明とかかっけー、動いてる、照明動いてる、かっけー、めちゃくちゃいいぞこれ。はい、ちょっとね中見ていきましょう。これなんかあれかな、あー、あった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 。ちょうどね、今何言おうかと思った、あのなんかそういうセットがないのかなと思ったんですけど、多分これだな。いきます、アクションします、せーの、ポチ。はい、アイテム設置。うわはは、これめちゃくちゃテンション上がる、やばい。ちょっと待って、これ何、あの、え、ボーカルあって、ドラムあって、ギターあって、ベースあって、あっちにキーボードね、すげー。ちょっと待って、これキーボードさ、これさ、またここに GS って書いてる、もうどんだけ強調していくねん。なった、このドラムのさ、ドラムのとこもさ、これ GS って書いてるやん。じゃあせっかくなんでね、一つずつ見ていきましょう。まあじゃあやっぱさ、ボーカルでしょ、まずはアクション。はい、あ、なんかライブデータを選択しますって書いてますけど、まあちょっと適当に押します。まあちょっとね、歌とかそういうのはね、ちょっとここでは流さないですけれども、まあこんな感じで、モーションがつきます。音楽ね、多分流れてますね。右上にね、こうね、ポーズ変更っていうのあります。ちょっと押してみましょう、せーの、ポチ。はい、こんな感じでちょっとあのモーション変わります。多分ね、今ね、こう参加者からこう3段階、あ、4段階、これ4段階目で、はい、5段階、あ、すごい手拍子とかもある。で、これ6段階、多分どうやらね、11個あるみたいですね。はい、まあこんな感じでございます。まあ皆さんよかったらね、自分で確かめてみてください。な、個人的にこの手拍子がね、この微妙に微妙にできてないのがね、すごいね、いいんですよね。これが作詞味なんですよ、皆さん。はい、で、それじゃあ次はですね、どっち行こうかな。これベースやな、多分。まあじゃあベース行くか、ベース弾いてみましょう。はいはい、こんな感じあのね、これベースの弾き方じゃないんですけれど、まあいい、まあいいでしょう。はい、でポーズ変更、はい、こんな感じね。で次、はい、ポチ。おー、すごい、ヘッドバンキングしてる、ヘッドバンしてるわ、ヘッドバン。はい、あ、で座って弾くタイプね。はい、こんな感じかな。あ、4段階ぐらいかな、多分な。1個、2個、で3個、4個、うん、4段階あるみたいですね。はい、で、これ多分じゃあギターもなんか一緒な気がする、俺は。ギターも一緒な気がする。あ、ギターも一緒だ、ほら。ギターもね、さっきのあのベースと一緒です。こんな感じ。はい、じゃあちょっと、次ドラム行こっかな、ドラム。ドラムちょっと楽しみじゃない？え、ドラムちょっとマジ楽しみ。どんな動きするんでしょうか。いきます、せーの、ポチ。はい。あのさ、叩き方さ、もう何この、なんかもう赤ちゃん、赤ちゃんなのねえ。
もうまあいいですけど、もう好きですけどね、これも。じゃあポーズ変更しましょう。はい、あーこんな感じで、あのでもね、ちゃんとあのなんかいろいろモーションがあるのがねいいですね。はい次、はいこれさ、これ3つ目あのね、手がピンって伸びてんのよ、手が硬直してんのよ、ちょっともう暴れ狂っとるわ。じゃあキーボードも多分ね、なんかあるのかな。あったあった、キーボード押します。おお、弾いてる弾いてる、すごい弾いてる、乗ってる乗ってますね。はい、で、ポーズ変更、はいこんな感じ。次、あすごい、いやこれも弾いてねえな、これ弾いてねえな、これバンバン叩いてるだけやな、これもうね多分ね曲忘れてもうやけくそになってるやつや、これやけくそになっとるわ。あーこれもね多分3段階ですね。はいこんな感じでございます。いやーこれちょっとでもねテンション上がるわ、めちゃくちゃすげえテンション、綺麗だねこの照明もね、すごいね。多分こっち楽屋かな、この感じでいくと。あアクションボタンで開けてね、はいこの楽屋、あなんかあるぞ、あ着替えるところがここにもあるんやわ。うんここにもね着替えるところありますね。あ楽屋です、これ。はい楽屋があって、でこっちからあれか、もう外かな、じゃあ、あ外に出れます。はいここからじゃあ裏口って感じかな。はいこんな感じです。多分ね作り的に周りは何もなさそうかな。うんこんな感じか、ライブハウス自体はねこういう感じになっております。ぜひ皆さんもねアップデートを確かめに来てください。はい次なんですけれど、あのこれちょっとね見落とす人ね結構多いかもしれないんで要注意なんですけれど、あの実はもう一つね新しい場所追加されております。ライブハウスじゃなくってね、もう一個実は追加されてて、それがね実はあのこのワープのねここには載ってないんですよ。ここには載ってなくって今ちょっと向かってるんですけど、あここです、ここ場所で言ったらハートハウスあるやん、ハートハウス、あここほらハートハウスあるっしょ、ハートハウスのね隣ぐらいにあります。でここにねまたさっきみたいにダウンロードするね、場所があるんで、はいこれちょっとアクションします。こんな感じでさっきと一緒、 OK 押します。はいロードされました。はいここね多分ねまあ新しいなんかモデルルームじゃないけどなんか別荘って感じなのかな、なんか別荘って書いてたな、まあちょっとモデルルームに近そうやけど、はい中見てみましょう。まあなんか中見るっていうかね、もうほらなんかねもう透けてガラス張りになってるからなんとなくみんなもねもうすぐに分かったと思うんですけど、まあなんかこっからねまあ自分たちで置いたりもできるし、もしかしたらねなんかここから追加されたりもするのかもしれないけれども、で外がなんかプールがあるのかな、これ、あプールありますね、はいこういう感じで、はい、あプールじゃないのかこれ、ちょっと俺プールかなって思ったけれどもプールじゃないかもしれない、ただなんか水で囲われてるだけかもしれない。はいまあここねこういう感じでちょっとね忘れがちな人もね多いかもしれないんで、あのぜひ見に行ってみてください。はい次なんですけれども、このひまわり組にあるこの、車セダンがね少し変わりました。はいこんな感じ、あちょっと待って、やばい敵が来てるわ、ちょっと敵オフにしとく、敵ちょっとオフにしといてと、はいこんな感じで変わっております。まあ見た目が変わっただけかな、中とかのなんか具合は多分そんな変わってないと思います。はいこんな感じ、まあよかったらぜひちょっとねちょっとしたアップデートですけれどもなんかさやっぱりさ絶対なんかこう猫のマークどっかにつけるよな。はいじゃあ次はですね小道具系を紹介していこうかなと思うんですけれど、あのね小道具系ねめちゃくちゃ追加されたんですよ。でとにかく何が一番追加されてるかっていうと、この基本立体のところのあのまあ単純に言えば DIY とかあの建物作りにねあの使えるもの素材がすっごくいっぱい増えました。こうやってドアとかさこういう窓とかこれなんか何だったらもう寸法まで書いちゃってるあの窓の 60×60 とかさこういうのもね、追加されてるんで、まあこれね一個一個ね、まあ、紹介していってもいいんですけど、多分ねこれは本当にねあの皆さんで各自で見てねなんか自分がねあの、まあ、建物作りに役立つようなね素材があるかどうかをねあの確認してみてください。はいもうとにかくいっぱいあるんでちょっとここでは省かしていただきます。
でもうどれがね一番新しいやつか分かんねえよっていう人ねいると思うんですよ。でそういう人はあの全部っていうのを押して、このね全部の項目からあの単純にこう上からねあの古い、順に並べられてるんで、つまりあの下に行くほど新しい、ものになっていきますので、多分ねもっと下の方に行って、あこの辺ですね、多分このアヒルのおもちゃの次ぐらいからがね、今回追加されたやつなんで、マイクスタンドとかねこういうのも書いてるんで、肉球と書いてるでしょ。でちょっとねさっき紹介しそびれたやつで何個かあるんで、ちょっと紹介したいと思いますけれども、マイクスタンドとかもまあなんかさっきライブハウスに置いてたやつと一緒なんですけど、例えばマイクスタンドがね2個あったりとか、あとアコースティックギターがあったりとか、ほらアコースティックギターもねさっきはちょっと置いてなかったんで、ほらこんな感じで、あと DJ セット、これねちょっとさっきライブハウスで、やってなかったんですけど、こういう、はい可愛い、これでも DJ を楽しむことができます。いいね、なんか音楽にすごい特化しててすごい俺ちょっと気分上がるわ、めっちゃいい。でこの DJ セットがあったりとか、あとはちょっとね右手とか左手もね実は追加されてるんですよ。この先ほらボトルとかワイングラスとかあるでしょ、これ何かっていうと、ちょっとね、女の子にじゃあちょっと DJ しといてもらいましょう。これ何かっていうと、このね右手とかにはほらコーラとかね緑茶とかがこうやって持てるようになったんですよ。ほらこんな感じで、前までほらなんか自販機でさ買ったりとかコンビニでね買ったりとかしてたじゃないですか。それがねあのこうやって小道具としてもう追加されました。はい、このボトルがあったりワイングラスで、左手にはね幕の内弁当がはい持てますワイングラスと幕の内弁当ってね、この見た目もうわけわからんなこいつ何してるやつなんもうほんまに。まあみんなもね、じゃあこれ持つだけじゃなくて飲むモーションが欲しいでしょね、飲んでるところが見たいと思うんですけど、それがこのポーズモードで今回新しいポーズが実は2種類しかないんですけれど、それがねちょうどあのドリンク飲めるモーションも入ってるんで、で一番わかりやすいのはこのニューを押してください。ニューを押すとですね、はいこんな感じであの新しいポーズの方に行くんで、でそれがちょうどあのドリンクこれ飲んでるあのものになりますので、ぜひあの活用してみてください。でこれドリンク飲んでるのと、あともう一個がこれあのマイクね、あのマイクスタンドでこの歌ってるやつ、これがね追加されております。まあこの2つだけなんで、あのまあ分かりやすいかなと思います。まあ今回ちょっと小道具系もねめちゃくちゃ多いんで、あの気になるやつだけピックアップしてるんですけれど、あとねこのスポットライトとかも、まあさっきのあのライブハウスのだから小道具系ですね。こういうのはめっちゃ気になるのがこれよ、これ観客気になる、ちょっと押してみます、せーのポチッすげー、ちょっと待って、やばこれ、ね、観客これ、あ観客すり抜ける、あすごい、ちょっとこういうのがねあの追加されてるんや。でもこれめっちゃ助かるわ、これ何が助かるってさ、今までさあのみんなもそうやけど、俺とかさアフレコでこうやって人集めるときさ、もうわざわざ NPC キャラにさもう来てとか言ってついてきてもらって、もうどんだけ集めるの大変やったか。それが今回この観客が追加されたことによってさ、ちょっとほらうわめっちゃいいやん、臨場感があって、いやこれいいぞめっちゃ。ちょっと興味本位でさ観客の色変えれんのかなと思ってあの押してみたんですけど、あのちょっと変わる、ほら緑にしたら緑になったりする、ちょっと変わる、なんか大きく変わるわけじゃないけれど、一応なんか色替えもあのできるっぽいわ。ほらこんな感じで、これ材質も変えれんのかな、あ材質とかも変えれるわ。はい、まあまあまあちょっとこの辺のいじり出したらねちょっときりないんで、まあこんな感じで、まあ小道具はねあのぜひ各自で一度見てみてください。まああと細かいアップデートで言うと、例えばこの座布団とかあるじゃないですか。でこの座布団って、まあ、近づいたらこうやってアクションが出て、まあ、座るモーションになったりすると思うんですけど、このねアクションをねあの消せる、機能が、追加されました。っていうのも、例えばこの座布団を、これこの当たり判定の横にアクションっていうねこの項目あるんですけど、これを押すと、はいほらこんな感じで座る、ね、アクションボタンが出なくなりました。なんかこう近づいた時にアクションボタン出るのちょっと嫌だなっていう人もね中にはいたかもしれないんで、ちょっとした嬉しい機能の追加でした。
はい、今回はこのぐらいにしときたいと思います。いや今回ね、間がちょっと空いていたっていうのもあって、すっごくね大型のアップデート内容で楽しめる内容になっていましたね。あのちょっと足早に解説した部分もね、あるので、特に鼓動系とかね、省いてる部分多いので、絶対に皆さん、俺の動画だけじゃなくて皆さん各自でですね、アップデートが来ている方は確認してみてください。まあ、iPhone とか iPad 系の iOS の方はですね、いつも通りちょっと、アップデートが遅れると思うので、ちょっとそこは辛抱して、待ちましょう。はい、というわけでね、僕も、アフレコとかね、今後の動画でいろいろ活用していきたいと思います。それじゃあみんな、次の動画でまた会おうな。バイバーイ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。